ィー・ルイス・マジーリは、アメリカ合衆国、ニューヨーク州ニューヨークシブルックリンク出身の元プロ、野球選手、プロ野球監督、宇藤良だ。息子の LJ ・マジーリは、2013年6月の MLB ドラフト4巡目でメッツから指名され、プロ入りしている。1973年の MLB ドラフト1巡目で、ニューヨークメッツから指名され、プロ入り。 1976年9月7日にメジャーデビュー。翌1977年から中堅守のレギュラーとなる。甘いマスクで女性ファンを虜にし、ニューヨークギッテの人気を誇るなど看板選手として活躍した。特に1979年は打率30。303.15本類が79打点、34盗塁、出塁率。395の活躍で。 オールスターに選出された。そのオールスターでは、代打同点本塁打を放っている。1982年にテキサスレンジャーズへ移籍してからは低迷したが、ニューヨークヤンキース、ピッツバーグパイレーツを経て1986年途中にメッツへ復帰。同年のボストンレッドソックスとのワールドシリーズでは、いずれも同点のきっかけを作る2本の代打安打を放ち、世界一に貢献した。 トロントブルージェイズでプレーしていた1989年に引退した。引退後は俳優への転身を目指したが実現せず指導者となった。共にヤンキース参加の A 級タンパヤンキースと AA 級ノーウィッチナビゲーターズの監督、ヤンキースの外野守備権一類コーチを歴任した。2004年にはボルチモアオリオールズの監督に就任したが、 低迷するチームを立て直せず2005年8月4日に解任された。2006年にはヤンキースへ復帰してベンチコーチを務めるも1年で退任した。その後、スポーツネットニューヨークの解説者となった。ありがとうございます。